劇場版コナンといえば大迫力のアクションシーンも魅力の一つだ。2024年の100万ドルの道しるべも、スリリングなシーンが満載だったわね。アクションシーンに注目が集まる一方で、映画の中では原作では明かされていない新情報が明かされることもある。この動画では、これまでの劇場版コナンで登場したエグすぎるシーンを紹介していくぜ。映画のネタバレを含むから注意してくれよね。異次元のスナイパー。まず紹介するのは2014年公開の映画、異次元のスナイパーだ。この映画では、特殊部隊の一員だった天才スナイパーが登場する。コナンだけじゃなく、セラマスミや FBI の奴らも活躍したわね。犯人のスナイパーはとんでもない距離からの狙撃を何度も成功させ、コナン陣営を翻弄した。映画の最後には謎の味方キャラが犯人を狙撃して、事件は無事に解決することになったんだ。謎の味方キャラ、気になるわね。ああ。映画の最後には、当時バーボン候補の一人だった沖谷スバルがライフル銃を持って佇んでいた。そして沖谷は FBI のジェームスの連絡を受ける。すると、赤井秀一の声で、了解と言ったんだ。その時の原作では、沖谷が赤井だと明かされていたの？いや、まだ明かされていない時だ。つまり、原作よりも先に沖谷の正体は赤井だとする衝撃の事実が判明したんだ。映画館での反応が気になるわね。ああ。驚きの声を上げる人から、赤井が生きていた喜びで涙を流す人もいたぜ。原作ではその後どうなったのかしら？映画の後、原作ではヒーローシリーズによって沖谷の正体がちゃんと明かされることになった。原作におけるかなり重大な真実が映画の中で明かされたラストシーンだった。純黒のナイトメア。続いては、黒の組織が登場し、赤井やアムロといった人気キャラたちも集結した純黒のナイトメアだ。この映画ではなんと、黒の組織のナンバー2であるラムに関する情報が明かされたぜ。え？原作よりも先に、映画でラムの正体が明かされてしまったの？いや、さすがに明かされてはいない。だが、ラムに繋がる伏線があったんだ。まず、この映画ではラムの側近とされるキュラソーが登場する。それに伴って、声だけではあるもののラムも映画で初登場となった。声で登場しただけで、どこがすごいのかしら？実はラムのセリフの中に、正体に関するヒントが隠れていたんだ。ラムのセリフはごくわずかだったが、その一つに注目してくれ。ラムはキュラソーに向かって、キュラソー、君には色がないと言った。これのどこが驚きなのかしら？この、色がないの言葉を紐解いていこう。色がないことを色を外したと言い換えるとどうなる？色を外した。何かしら？色を外した、色外し、色外し。つまり、ラムである脇田金則が働いている色外しの言葉が隠されていたんだ。そんな伏線が隠されていたのね。この伏線に気がついた人はごくわずかしかいなかった。でも、ちょっと無理やりな気はしないかしら？まあ、ちょっと無理やりな気もするが、作者が考えた伏線の一つだったら、かなり作り込まれた内容だったと言えそうだ。黒金のサブマリン。続いては2023年に公開された黒金のサブマリンだ。灰原が大活躍をした大ヒット作ね。ああ。初めて興行収入100億円を突破した大人気作品だな。この映画にはどんな衝撃シーンがあったのかしら？それはボスのヒントが登場したことだ。映画では、老若認証システムという、AI によって過去や未来の顔を判別する技術がポイントになった。この技術によって灰原が捕まることにもなるが、黒の組織の中でブレーキをかけた人物がいた。その人物こそボスだ。ベルモット宛てに何かメッセージが来ていたわよね。そうなんだ。ボスは信頼のおけるベルモット宛てにメッセージを送ってきた。当初、黒の組織はこの技術を悪用しようと考えていたが、ボスは何かしら都合が悪くなることを察して、システムをぶっ壊すように命令をした。ただ居場所を知られたくなかっただけじゃないの？その可能性もあるが、ボスが懸念を示したのは過去や未来の顔が分かってしまう点だと考えられる。幼児化した灰原やコナン、さらにはなぜか若返っているベルモットも、このシステムについてかなり警戒していた。つまり、ボスも子供の姿だったり若返っている可能性が高くなったと思えるんだ。どこかにカラスマレンヤが隠れているかもしれないのね。そういうことだ。カラスマは140歳ほどになるありえないほど高齢な老人だ。普通の姿で生きているとは考えられず、姿を変えていたり若返っている可能性も高い。映画でボスが老若認証システムをぶっ壊すように言ったことは、今後の原作にも関わってくるのか。ぜひ注目していきたいな。100万ドルの道しるべ。最後は2024年の劇場版コナン、100万ドルの道しるべでのラストシーンだ。
映画をまだ見ていない人はネタバレに注意してくれよな。映画は怪盗キッドと平次の二人が大活躍をし、犯人を追い詰めるストーリーだ。とてもスリリングな展開だったわ。無事に事件が解決した後、場面はなぜか自宅にいる工藤優作と雪子に移る。かなり意味深な展開ね。そうなんだ。お前の予想通り、映画の最後に優作は驚くべき新情報を話し始めた。それはなんと、優作には生き別れになった双子の弟がいるということだ。衝撃すぎる新事実だわ。しかもその弟とは、初代の怪盗キッドであり現在のキッドの父親にあたる黒羽藤一だったんだ。映画館で見ていて思わず悲鳴を上げてしまったわ。ここでまず注目してほしいのは、藤一が生きていることが確実になったことだ。ってことは死んだと思われていたの？そうだ。藤一はヤバい宝石を狙ったことで野蛮な奴らを敵に回し、消されてしまったと考えられていた。でも、その後作者の青山先生が本当は生きているとするコメントを発表する。そして映画でついに生きていることが確実になった。それと同時に、コナンの中で生きている藤一が姿を見せるのも初めてのことだった。いろんな驚きがあったのね。藤一の生存も驚きだったが、優作と双子だったことはさらに驚きだ。二人が双子だとすると、新一とキッドはいとこ同士になる。道理で顔が似ているわけね。だな。しかもただのいとこではなく、父親は双子同士だ。今までキッドは全く変装をせずに新一になりすますことができていた。父親同士が双子ならそれだけ似ているのも納得だろう。この情報も今後原作で明かされることになるのかしら？ああ。間もなく原作でも明かされることになるだろう。そんな中、藤一が優作の弟であり生きているとなると、さらに驚きの事実が発覚する可能性もあるぜ。さらに驚きの事実？気になるわ。それは黒の組織の黒幕候補として藤一が登場することだ。現在の原作では謎の老人が登場していて、真の黒幕をめぐるストーリーが展開されている。藤一はコナンとも血縁関係があり、優作に匹敵する頭脳を持つ。普通の登場人物の一人として出てくるとは考えにくく、黒幕の候補などかなり重要な立場として現れる可能性が高いと思わないか？確かにそうね。それに、藤一には黒幕説もあった気がするわ。そうなんだ。黒の組織には正式名称があって、その名前がわかるとボスもわかるとされている。その候補の一つがクローバーで、藤一の名字である黒羽に繋がると考えられているんだ。もしそうなったらかなり激アツね。だな。原作でも藤一と優作の関係が語られる日は近いだろう。映画だけじゃなく、原作も引き続き注目するとしよう。この動画では、劇場版コナンで登場した衝撃シーンの数々を紹介してきた。原作よりも先に映画で新事実が明かされるのは、とんでもないサプライズになるわね。だな。他にも映画で原作よりも先に明かされた新情報を知っていたら、ぜひコメント欄で教えてくれ。これからも俺たちは、名探偵コナンの謎を解明していく。チャンネル登録もよろしく頼むな。それではまた、お会いしましょう。